ここは東大附属の小石川の植物園ですが、その昔何でも将軍綱吉の別邸だったのを開放して薬草園にしたんだそうです。今から245年ほど前の享保6年の今日、その小石川薬草園が大拡張してますね。で、当時はお奉行2人と20人のお侍が管理していたそうですが、このお侍たちが一番大切にしていたのは皇室御用、将軍家御用の薬草でした。とにかくここにはどんな薬草でもあったそうです。ここには映画赤ひげの舞台になった小石川養生所なんてのもありましたね。ここは薬を干すところ、乾燥場というんだそうです。そして世の女性が大好きなさつまいももここでできました。青木昆陽先生の日もあります。さて、今では都心には珍しく木々がうっそうと茂り、ねえデートしないか。あら、それじゃあ小石川の植物園に行きましょう。てなもんで恋人たちの憩いの場所になっています。